下付谷遺跡公園とは、東京都西東京市にある公園である。本校では、下付谷遺跡についても記述する。下付谷遺跡を保存、活用するために整備された公園である。公園内には、縦穴式住居の骨格復元、湿度状況の復元、地層状態を表す土層模型があり、また公園中央部には子どもたちの遊びの場として、原っぱ広場が整備されている。 縄文時代の集落の学習を目的に栗やくるみの木も植えられている。下付谷遺跡は縄文時代中期の環状集落の遺跡である。直径は約150メートルで、面積は約24000平方メートル。2015年3月10日に国史跡に指定された。この遺跡は住居群土工母群倉庫と推定される掘立柱建物群などで、 構成されており、縄文中期の典型的な集落形態を示しているとされている。同じような集落が谷を挟んで複数存在するため、相関上集落と呼ばれる拠点的な集落の特徴を持っている。また、集落の形態に加え、出土した時から推定できる集落の継続期間の長さから石寺川流域の拠点となる集落であったと考えられる。 石神川に面する日当たりの良好な高台から低地にかけて広がっていたとされ、水と緑に囲まれた土地は採集や狩猟には公的な生活の場であったと想定される。出土した土器は、勝坂式土器やカソリー式土器が最も多いため、高新越や南東北の影響を受けているとされる。この近辺では、戦前から、 縄文土器のかけらなどが多く見つかり、1950年から考古学者の吉田角によって坂上遺跡と紹介された。その後、1973年から本格的な調査が開始され、1975年には旧字目から現在の名称に変更されている。この集落跡は南関東最大級の縄文集落跡であり、首都圏にある遺跡が開発。 発掘されずに残されている例は極めて珍しいとされる。この公園が位置する西東京市は成立から日が浅く住民同士のつながりが薄れ地域のアイデンティも希薄であるという問題点を抱えていたためこの公園を活用して未来につなげる取り組みが行われている。そこで縄文の森の秋祭りが開催されている。この祭りでは火起こし、 どんぐり試食などの体験ブースと、出土異物のパネル展示などの展示、発表ブースが設営されている。下付谷遺跡のマスコットキャラクターとして、シータと、ノーが存在する。公園の最寄り駅となる、東伏見駅の北口には、シータと、ノーのモニュメントが設置されている。西部新宿線東伏見駅の南口から、大梅街道方面へ約400メートルの位置に、存在する。 ありがとうございます。